せーの、みなさんこんばんは、うげだです。うげだはい、ということで今回ここに5種類のタピオカを用意したんですけれども、っていうのもなんか最近ちょっとめっちゃ増えたのよ、原宿に。なんかいろんなタピオカ持ってる人いるけど、どこそれみたいなのが増えて、把握しきれない。そうなので今回はちょっと気になってたタピオカ屋さんの人気商品を5店舗分買ってきました。なのでそれをまあ飲み比べという形で紹介していきたいなと思います。それではいきますよ、せーの、レッツゴー。ということで、どこから飲んでいくかって感じなんですけど、まあお店の名前を紹介して1個ずつ飲んでいこうかなっていう感じなんですけど、ね、まずなんかこの子がちょっと死にそうっていうか、あのちょっと早めに飲みたいなみたいなところあるので、この子から飲んでいきたいと思います、はい、こちらはですね、ザ・抹茶東京、抹茶東京っていうお店なんですけど、これはなんかあのジアレイとかモンチャの方に店舗があります。これはなんかタピオカのお店っていうよりかは、うん、抹茶の専門店で、うん、そのティーがまあ主役なんだけど、そうだ、ね、タピオカもあったって感じのお店、うん、なんかね本当に多分どこのタピオカのお店よりも店内がおしゃれ、こんな感じです。はい、ザ・抹茶東京です。はい、どうしよう、うん、あーおいしい、すごい。しかもちょっと、うん、何も言えない抹茶のお茶自体は、うん、他のタピオカさんみたいな甘い抹茶ラテっていうかは、うん、もうお茶のちゃんとお茶の抹茶、うん、タピオカはちょっと黒糖っぽくない？うんうん、なんとなくちょっとちっちゃめかもしれない、うん、あ、すっきりな抹茶だこれ、うん、多分大人の人とか、うん、甘いの苦手な人はこれぐらいがちょうどいいかも。ちょうどいい、苦くはないけどすっきり抹茶の。そうだね、ということでこちらでございました、はい、これね、これで702円したの。ちょっとお高めなんだこれやだやだやだ。お茶代だよね、お茶代。そうそうそう。これサイズとかは？サイズはなかった。なかった、うん、じゃあワンサイズか。ワンサイズこれやばいということでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はっ、じゃあ抹茶つながりでいっちゃいますか。そうですね、抹茶つながりでこちら茶花椒。はい、茶花椒は今も竹下通りにできて、そうなんか竹下だからめっちゃ混んでるかなと思ったんだけど、うんうんうん、平日昼ぐらいだから全然すぐ買いました。土日は結構並んでるよね。並んでる、うんうん、おすすめの一番上にあった抹茶を買ってきました。はい、じゃあ抹茶は飲んでいきたいと思います、はい、これは混ぜた方がいいのかな。そうだね、茶花椒のストローがちょっとおしゃれですから。そうです。なんかお持ち帰りでって言ったら、うん、あれ早めに飲んでくださいねって言われた。あ、そうで、タピオカは基本的に早めに飲んでくださいねって言われます、うん、もう、ま、同じ抹茶ですけど、うんうん、おいしい。あ、うん、タピオカの粒が大きくなる、うん、大きい。しっかりタピオカに味ついてるやつだね、うん、黒糖の味が、うん、でこれが M サイズでこのサイズなの。茶花椒ってなんか縦長なイメージ。そうで、なんか普通のよりね容量があると思う。あ、ほんと、うん、なんかミルク強めなイメージがあった、うんうん、だからこれもちょっと抹茶ラテの中でもラテ寄りの抹茶ラテ。でもなんか一つ思うのは氷が少ないかな、うん、ね、これだとちょっとぬるい、うん、冷たい感じはあんましないかな、うん、これ少なめ、うん、普通なんだ、うん、普通でも少なめぐらい。そうそう、だから氷多めとかでもいいかもしれない、うん、でございました。竹下にあるっていうのが強いですね、これは。じゃあ次もちょっと竹下通りに最近できたやつなんですけども、うん、こちらこれね、グッドデイグッドタイムみたいなお名前なんですけども、こちら汚いタピオカってめっちゃ書いてあって、ボーンって書いてあって、これ最近なんかインスタでねよく見るのよ。そう、竹下とかある人も持ってる人多いよね、うん、でなんか今もうちょっとね時間がちょっと経って綺麗なんですけど本当はもうもっと汚いんですね、この入れ方が。それが逆に汚いタピオカっていう意味で、うん、こういう風についてるらしくて、なんか黒糖でしょ、黒糖で汚くしてる。そう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 、他はなんかもっとおしゃれな、うん、あのメニューとかあるんですけど、1個だけちょっとイレギュラーなのがいるんですけどもこちらダーティータピオカミルクっていうお味だそうです、ね、うん、ミルクティーですね。うんうん、これタピオカに味がついてるのか、黒糖が、うん、黒糖強っ。そうだね、なんかミルクティーが好きかも、このミルクティー、うん、ちょっとミルキーみたいな感じ。うん、わかる。タピオカ自体は多分茶花椒よりちっちゃい気がする。うん、で茶花椒と比べたらちょっと硬い、硬め、うん、うめえです、うめえです。こちらも竹下通りにあるので、うん、まあ勝ちですよね。勝ちですね、はい、は
で続いてこちら新安寿というタピオカ屋さんになります。これね、なんか京都とかかな、京都なんか結構いろんなところに店舗があって、で最近原宿にもできました、うん、ちょっと前に、うん、分かんないけど個人的な意見としてジアレイに引っ張られてるかな。そう、まずここね、これもちょっとね引っ張られてるよね。そう、この形もそうだし、この黒糖を入れるのもそうだし、うん、そう、これも黒糖ミルク、ちょっとねそれもね似てるよね、うん、なんかね、でもここもちょっとおしゃれだった、すごいいっぱいメニューあって、うん、うん、なんかタピオカ大きそうだな、うん、大きい大きい飲んでみ、大きいね、大きいな大きくないこれ、ビー玉ぐらいあるけど大丈夫めっちゃタピオカって感じだねこれ、うん、このお店メニューいっぱいあって、うん、宇宙みたいな色合いのやつがあったの、うん、ジアレにもあったよね、あったね、あったねこれあったよね、すごい、だから似てるのなんか勝手に気まずくなってたのさっき、うん、気まずくねってなんか正直これタピオカの大きさの違いぐらいでなんかあんま違い感じないかもしれない、うん、でもなんかこっちの方がね、うん、極端に甘いっていうか黒糖バーみたいな感じ、うん、こっちはちょっとなんだろう、ミルクティーだからかな、ね、ちょっと爽やかな感じが後味ある、うんうん、そうそう、爽やかめかな。はじゃあラスト、ラストこちらもちょっと疑惑が、はい、ごめんなさいねそんなこと言って名前は、名前がなんて言うんだろう、五穀糖って読むのかな、でも上に書いてあるのはジ・ザ・ユニークティー、まあようわからんのですけれども、こちらの竹下通りを出てまあちょっとあっちのあっちの方に行くとあるんですけど生タピオカーってバーンって書いてあるんだよね、うん、そうそうそう、で気になってたんだよ、そうっていうかみたいな、っていうかみたいな、っていうか審議みたいな感じだった、まずうちらこちらも黒糖ミルク、うんうん、ミルクティーじゃなく多分牛乳がちょっと入ってるんですけど、はいはい、生タピオカってなんぞやってなるじゃん、うん、聞いてみたらよなんか、なんかその周りがちょっとぐちゃぐちゃみたいないやいやいや、ダメだろって思って、こっちがフォローに入っちゃう、なんか、あ、ちょっと柔らかめですかこっちがフォローに入っちゃう、むしろ、でも生タピオカだからね、うん、何が違うんですかって話、これそうだね、で、今までその、聞いてきたことははい、ちょっとすいませんね、バッテリーの問題でカメラが変わりましたけれども、はい、大爆笑大爆笑、生タピオカそうだ、何かしら違うはずっていうことで、うん、でも黒糖ミルクなんですよね、こちら、うん、タピオカが生ですからうん普通やねこれもう戦略よ、お店の戦略、うん、なんかさ、こう生キャラメルとかさ、うん、流行ってたの、生って何かあるんだろうなって、なんか違うんだろうなっていうね、え、でも美味しいの、うん、全然美味しいんだけど、その生って言っちゃってるから疑問に持っちゃうだけなの、うんうん、はっ、まあ、要するに最近のタピオカは似てるんですよ、やっぱりでってことですよ、せっかく5個も飲みましたから、うん、2人でね、そうだね、お気に入りを3つ、1位、2位、3位と決めていきたいなと思うんですけど、はい、では3位からいきますか、じゃあこれね、はい、第3位、デカ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 、じゃんこの子でございます新安寿さん、はい、こちら本当に衝撃でございました、まあちょっと甘いんですけれども、うんうん、タピオカが大きいのが美味しかったかなと思いました、うんうん、そうだね、タピオカ大きいの好きな人にはもう大絶賛だと思われます、そう、弾力もちゃんとあって、うん、しっかりめがちょっと好きかなって感じなので、はい、私はということで3位に選ばせていただきました、はい、おめでとうございます、おめでとう新安寿、それでは続いて第2位の発表にいきたいと思います、せーの、ダガ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 、じゃん、この子でーす、ザ・抹茶東京のタピオカですね、そうですね、まあ私はこのあれですね、おしゃれ好きな人は、ね、本当ここ行けばいいと思うし、うんすっきりな感じがちょうどいいですね、そうですね、夏とかは、うん、甘ったるすぎると死ぬから、多分すごく飲みやすいと思います、いいね、暑い日でもやっぱお値段ちょっと張っちゃうので、ね、まあそんなこんなで2位に選ばせていただきました、はい、では第1位、タカ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 タ
ドゥーン、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。これなんで選んだかって言ってですね、うん、なんか一番なんだろう、おしゃれだったんだよ ね、 そうだね、味がちょっとそうそうそう、くどくないし、うん、でもしっかり黒糖で、うん、でもミルクの味がちゃんとあります、うんうん、しかも値段も550円だし、うん、竹下通りにあるし、はい、総合的にいいんじゃないかなと思います、ね、なんかちょうどいいとこにいるなって感じ、うん、いるなっていう感じですね、はい、じゃあまあこちらの3つが私たちのまあ、はい、おすすめですね、飲み比べした結果、はい、全部原宿にあるのですぐ買えるものなので気になる方はね、はい、ぜひ原宿行った時に参考に自分が好きそうなのとかを飲んでみてほしいんですけれども、はい、チャオーチャオー。ということで今回はタピオカの飲み比べをしてみました、はい、もう本当にびっくりするぐらい最近原宿に増えちゃって、もう 手に負えないんですけどタピオカが本当に、まあ、でもこれからもタピオカ追っていきたいと思います、はい、もうでもさすがにこんだけ飲んだらもう気持ち悪いのか、気持ち悪いです。本当にタピオカ手に負えませんから、スタッフで美味しくいただきましたということで、はい、タピータピー。